浜市札幌間を特別編成で運転してまいりましたキハ183系は本日ラストランを迎えました。ここで1%の愛称で皆様から愛されたキハ183系車両についてお話しさせていただきます。キハ183系はキハ80系の置き換えとして1979年昭和54年に北海道専用の特急車両として登場しました。スラントノースと呼ばれる直線的なデザイン、回転式のリクライニングシート、通路ドアの自動化など北海道の鉄道近代化を象徴する車両として、1980年昭和55年に函館釧路間を結ぶ特急大空で営業運転を開始しました。1986年昭和61年に現在お乗りいただいておりますキハ183系後期型と呼ばれる N183 系が登場いたしました。分割連結が可能なように先頭形状を貫通型へ変更、エンジンのパワーアップ、北海道の雄大な景色を眺められるよう天井に回り込む大きな窓が特徴のハイデッカー構造のグリーン車、白い車体にオレンジ色と赤色のラインが入る配色で、当時としては斬新なデザインとなりました。こうしてキハ80系からタスキを受け継ぎ、函館へ向かう特急北斗、北海、釧路へ向かう特急大空、網走へ向かう特急大鳥、オホーツクとして活躍。 JR 発足後には車体の色をラベンダー色や青色にお色直しし、2階建て車両を連結した特急スーパートカチ、トカチ、サロベツ、ミシリ、マリモなど長距離輸送のエースとして北海道内各地に活躍の場が広がりました。最後まで特急オホーツク大雪として活躍を続けてきましたが、去る3月17日に定期運行を終了し、キハ80系から受け継いだタスキをキハ283系、キハ261系へつないでいく時がやってまいりました。これまでご乗車いただいたお客様、沿線で手を振ってくれた皆様、かっこよく写真撮影していただいた鉄道ファンの方など、長年にわたり応援してくださった多くの皆様へお礼申し上げます。ここで今日まで特急オホーツク特急大雪として走り続け、私たち旭川車掌所の相棒ともいえるキハ183系これまでの感謝を込めまして、旭川車掌所一同より感謝状をお送りします。感謝状、キハ1%系車両殿、あなたは北海道で運転を始めてから43年、後期型として36年の長きにわたり、北海道の厳しい自然環境にめげず、今日まで北の大地を走り続けてくれました。ふるさとへの帰省やビジネスのお客様をお送りしたこと、修学旅行の学生の皆様をお送りしたこと、道内各地へ観光のお客様をお送りしたことなど、JR 北海道の観光輸送、長距離輸送に大きく貢献されました。よってその功績を称え感謝の意を表します。令和5年4月10日北海道旅客鉄道株式会社旭川車掌所一同、キハ183系の旅も残りわずかとなりました。ご乗車の思い出は皆様の心のアルバムにしっかりと収めていただけましたでしょうか。
キハ183系は北の一等星として、いつまでも皆様の心の中で明るく輝き続けることと思います。豊平川を渡りますと、進行方向右側にキハ183系の基地である内部運転所が見えてまいります。内部運転所社員が本日ご乗車の皆様とキハ183系感謝を込めてお出迎えをしています。どうぞ皆様も手を振って答えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、ありがとうございました。キハ183系と同時期の1978年昭和53年に開業し、今年夏に閉館する札幌エスタに出迎えられ、まもなく札幌駅に到着をいたします。本日は各駅沿線から皆様のお見送りを受け、このように多くのお客様にご乗車いただき、キハ183系の引退の花道を飾るにふさわしい日となりました。これまでキハ1パー3系をご愛顧いただき誠にありがとうございました。